シェーディングを追加します。絶対さ、ショールームの画面見ながらすることじゃないけど、きっとこれがあるのとないとでは変わってくるはずです。今日さ、帽子かぶったからぺたんこなんですけど、気にしないでください。こんばんは。今日さ、お昼からさ、メイクしてるからヨレヨレですが、終わったらすぐ落とします。そう、今日は眉毛サロンに行ったくらい。なんか特別したかって言われたら、すごい斜めになっちゃう。ここがいいんですけど、あなた。でも基本的に前髪は下ろしてるので見えないかな。自分のメイクが楽なだけ。眉毛を見せるためにやってるわけではないんですけど、いつも出てるならあれだけど、別に普段特にそんなって感じなので。そう、まだ人生で2回目の眉毛サロンです。めっちゃ眠かった。もうとりあえず、なんだろう、ちょいちょいさ鏡見て確認みたいなのが入るから、起きてなきゃいけないからさ、すごい必死に起きてたけど、もう半分寝てるみたいな状態だった。途中ね、声かけられたら全然返事できるし動けるけど、もうなんか省エネモードみたいな体は省エネモード。眉毛サロンって何するのって。眉毛引っこ抜きます。眉毛引っこ抜いて形とか整えるだけ。まあそのお店によっては眉毛の毛流れ整えたりとかあるけど、特にそういうのはしてないです。普通にワックスでベリって剥いで引っこ抜く。痛いけど痛くないって感じかな。うまく言えないけど、痛いっちゃ痛いけど引っこ抜いてるからね、一気に。そう、痛いっちゃ痛いけど、なんかその痛いみたいな感じじゃない、痛いぐらいの痛さです。うん、初めてはちょっとびっくりするかも。でも思ってたよりは痛くなかった。痛いけど痛くなかった。うん、メンバーに教えてもらったところなんですか。自分で見つけていきました。そう、ワックス脱毛、チクチクよりは痛いかな。肌に張り付いてるものを眉毛と一緒に一本一本じゃないからまとめてビリビリって剥ぐから、ガムテープを男の人だったら足にこう貼ってそれ一気に剥がすみたいな感じかな。うん、まあそこよりは眉毛なんで、しかも産毛程度だからそこまで痛くないかもだけど、感覚としては一緒ぐらいじゃない分からん。うん、でもなんかその後のこう毛抜きは一本一本、しかもめっちゃ上手だから全然痛くない。ちょっとチクチクしてるなぐらい。引っこ抜く時がちょっとだけ痛いかな。うん、最初の一発目ぐらいだけど、あとはもう慣れて
眠くなってくる、どんどん。まあ、痛さの感覚は人それぞれだと思いますが、痛いけど痛くないぐらい、やった後は赤くなる。でもまあ 1,2 時間くらいしたら引くぐらいかな、赤さは。眉毛全部抜くのって、全部抜かない、いらないとこだけ抜く。でもなんか眉毛サロンじゃなくて眉毛アートはなんかちゃんと、なんかなんだろう、髪の毛じゃない、眉毛ないところも毛があるようにこうデザインで描いてくれる。めっちゃ高い、5、6万ぐらいするし、やってしばらくはめっちゃ濃いらしくて眉毛がそう、勇気ですですね。めっちゃ楽だと思うけど、やった後はね。今は知らないけど予約取れなかったよ、あとって。あ、そうなんだ。眉毛サロンはね、そんな1時間ぐらいで終わるからね。眉毛アートはなんか人によっては3回ぐらい通ってやっとなんか何もせずに普通にいいみたいな感じ。マツパはね、行ったことないです。結構さ、目元を触られるの、眼科とかもそうなんですけど、結構ビビリで、やっと眉毛いけるようになってきたので、そろそろまつげサロンも行ってみたいなって感じ。パーマかパリジェンヌか、まあ何でもいいけど、うん。眼科とかでさ、あのまぶたの裏見られるの容赦なくグリーンってされるから、結構ビビり倒す眼科行ったら。だって人にさ、目の中じゃないけど触られることってないじゃないですか。自分でもさ、コンタクト出したり入れたり、あとメイクするぐらいしかないけど、もおいもちゃんはあの結膜炎なので、絶対まぶたの裏見られるんですよ、できてるかなって、ブツブツ。まあ結膜炎だと思うけど見ますねみたいな感じで、あ、できてますね、これ結膜炎ですね、涙目、その頃の私コンタクトはね、痛くない全然、うん。コンタクトはまあ、なんかその最初教えてもらうとき、そのコンタクト入れるときにね、になんか鏡見ながらこう入れてくださいみたいな感じで教えてもらうと思うんですけど、目悪すぎて鏡見ても見えないので見えないのでもう鏡とか見ずに入れてます、こうやって。片手じゃ入れられないからさ、手鏡持ってとかも無理だし、なんか近づきすぎても見えないし、もう鏡見ずに入れられるので気にせずぷっぷいって入れてます。慣れだねこれは。でも見えないのよ鏡が最近食べられるようになったものってあるって、食べようって思うことがないから食べられないものを、そう特に克服しようとしないので。なんだろう、おいもちゃんさ、なんか本当に食べる機会がない食わず嫌いか、本当に無理の具合悪くなるタイプの無理のどっちかな。そうだから、その食べる機会がなくて食わず嫌いだったらもう食べることないじゃないですかそう、よっぽどなんかわざわざそういうお店に行って買ってとかしない限り食べないし、ナスとかだったら食べたら具合悪くなるって知ってるから、もうそんな無理して克服しなくても、もうみんなが私の代わりにね食べてくれたら、ナス農家の方を喜ぶと思うので、そうしてもらえたらなと思います。本当に戻しちゃうレベルで苦手か食わず嫌いかのどっちかなので、
もう冷や汗とか震えとか止まらなくなる。体のアレルギーじゃなくて心のアレルギーです、もうナスは。そう、だから申し訳ないので、みんながおいもちゃんの代わりにも食べてください、ナスは。子供の頃苦手なものを食べて具合が悪くなるのを理解してもらえなかったって、まあ、気持ちからくるやつだもんね、そういうのって。わかるよ、おいもちゃんもナスはそういうやつって、もう思い込んでるから、体も心も全てが。おいもちゃんの体という体の細胞がこれはダメですってもうわかってるから。そう、無理に無理に食べません。みんなが、世界中のみんながきっと私の代わりにたくさん食べてくれていると思うので、好きな人が。椎茸がそれだった。椎茸もね、昔は苦手だったけど、なんかまだ食べられる苦手だった。別にわざわざ好んでお店でナスじゃない、椎茸料理を頼むことはしないけど、そのなんか煮物の中にちょっと入ってたりしたら別に食べられるよぐらい、気にせずに。だったらめっちゃ意識したら嫌になっちゃうから意識せずに食べる。好きにはほど遠いですが。でもそれぐらいかな。あとはその本当に食べる機会がない食わず嫌い、食わず嫌い。好きなのか嫌いなのかも分かんないみたいな、自分が食べることないから。で急に料理でメインで来られると、なんか私はどうしたらいいんだ、これは私は食べて大丈夫なのかなとかなって、結局食べなかったりはするけど、うん、うーんってなる。ちゃんと自分がこれは嫌いって認識してるのはナスと存在感のあるしいたけぐらい、うん、とは大体食べられますね。食べたことないものもあると思うけど、多分思いつかん、食べたことないから。でもさ、今だとさ、もうお弁当とかが出ても種類があっても自分が好きなものを選んじゃうし、ね、だからあんまり。でもその小学生の時とかの給食とかは別にそんななんか残したりとかしなかった気がする。うん。一時期カニアレルギーになって、そういう時に限ってさ、そういうのが入った料理が出て。ショック受けたことがあったけど食べられなくて、うん、カラスミとか食べたことある？あ、わかんない、あるかもわかんない、ないかもしれない、うん、パクチーもそのなんか食べる機会ないじゃないですか。小学生の時何センチだった？今と一緒です。ゴーヤ好き、ゴーヤチャンプルとか大好き。野菜スープに入れる野菜は玉ねぎかなって。うん、玉ねぎかなんだっけ、あのグリーンボールっていうんだっけです。あまりゴロゴロは入れない。あとなんか人参余ったら入れる、他の料理に使って余ったら入れるくらい。ピーマンも食べられる。柿はね苦手です、割と。結構イガイガしちゃう。グリーンピースも好き、グリーンピースご飯大好き。
たまに本当に理解してもらえないけどグリーンピースご飯めっちゃ好きだった。グリーンボールズ、キャベツっぽいやつ、よくキャベツの横とかに売ってて、キャベツよりなんかちょいちょいこう栄養素が高いくて選ぶならそっちです。キャベツじゃなくて、あの食べた感じは違い分からんイクラも好き、うん、意外となんか別になんかその普段の食生活に困る苦手な食べ物はないかな、思いつかんだかもしれない。言われてみたら確かにあんまり好きじゃないかも、食感が。でも全然食べられるよみたいなのはあるレバーに当たって以来食べてない。レバーもね好き、当たりたくないだから青汁のケール、あ、ケールも具合悪くなります。ゾンゾンしてくる、寒気がしてくる。そう、一回ケール多めの野菜ジュース飲んだ時にもう半日ぐらい震えてたから、もう飲まんがいいと思って、そこからはちゃんと入ってるけどなんか順番がこう遅い方表示でね、を選ぶようにしてますケールはね、なんか本当に本能で刺した、あ、やめたがいいって、うん、柿はねちゃんと食べたことないです。なんかちっちゃい頃によくじいちゃんとパパがベランダでこう調理して食べてたんですけど、あの私昔からお腹壊しやすいタイプだったので食べんがいいよって言われて食べてないです。自然薯は好きって、普通美味しかった。でもその前自然薯を掘った時に美味しかった。でも口内炎ができてて、ちょうどその時に、あの特典映像の時にね、口内炎ができてて、なんかお醤油とか使ったんですけど、すごいあの染みて口内炎にそのぐらいの思い出かな。あんま食べることないよね、でもね自然薯。ピスタチオも、でもなんかピスタチオは食べたことないかも、食べる機会がなくて。ピスタチオ味とかは好き、意外と食べられる、なんでも。普段そのなんか食卓によく並ぶようなやつとか、お刺身も好き濃厚なデザートは苦手なんだよね。あのなんかメインより生クリームが多いやつとかはあんま好きじゃないかも。なんか疲れちゃう、もったりしてそう、どっちがメインやねんみたいなやつあるじゃないですか、たまに。生クリームとパンケーキどっちがメインやねんみたいな、カレーを食べたって聞いたことないかもって。確かにあんまりその一人暮らし始めてカレーを作ることがないんですよ。一回作ったらもうずっとカレーになっちゃうから、だからだと思う。全然好きですでもどっちかって言うとハヤシライスの方が好き。どっちか選べって言われたらカレーよりハヤシライス。マリトッツォはでもなんか入ってるようで入ってない、あれはまだまだそのなんかどっちがメインやねんじゃない、あれはちゃんといいバランス取ってると思うから、まだ、うん、なんか 3,4 年前ぐらいに流行ったパンケーキにこうブワーって生クリーム乗ってる系のはちょっといいかな。それだったらもうスフレチーズケーキとか頼んじゃうメニューにあったらね、そっちがメイン、あの生クリームたっぷりのパンケーキがあの当店のおすすめですって言われても多分スフレチーズケーキ選んでると思う。
そう、具合悪くなるって分かってるものはね、美味しくても避けます。意外と何でも食べられることが判明したおもちゃんでした。あ、ティラミスも気持ち悪くなる、うん、喧嘩しちゃう。まあ、食べることないですけど。だってティラミス売ってるお店と絶対他のケーキも売ってるじゃないですか。そしたら絶対に違うの選んじゃってると思う。お寿司は何が好き？エビ。エビが好き。台湾カステラとか食べたことない気がする。うん、食べる機会がない。でも気になる。なんかシュワシュワしてそう。クレープもね、でもお惣菜の方かな、買うとしたら。うん、別にでもクレープぐらいだったらなんか意外と入ってるようで入ってないから大丈夫。比率的には大丈夫。ウニも食べたことない、ちゃんと。うん、食わず嫌いですね、見た目の。エビは何でも好き。照り焼きチキンとかのクレープ気になる。めっちゃ美味しいよ、本当に。クレープ生地最高ってなる。そう、でもなんだろう、甘い系選ぶとしたらチョコじゃなくてイチゴとかのが好きかな。カニ味噌は食べたことある。でもなんか別に好きでも嫌いでもなかった。うん、なんだっけ、カニ味噌が好きなアニメのキャラクター、毎日母さんかなんかかな、がちょっと頭に浮かんでた、そのカニ味噌食べるとき。酢飯が好きです。酢飯も美味しいよね。今あれ食べたくなった、なんだっけ、お稲荷さん、あのわさびの。なんかみんなが好きで、それ嫌いなんだみたいなのあるかもだけど、意外とみんなが好きじゃないものが好きだったりもする。うん、マックにごハンバーガー食べたことない。私も食べたことない、ごハンバーガー。なんかおいもちゃんのイメージは、そのごハンバーガーが出た時にさ、夕方以降みたいな、夜何時以降ありますみたいな感じだった気がするから、夜ご飯にマック食べることってほぼほぼないから、そう、結局食べることなく、今はその何時にあるとか知らないんですけど、その最初出た時は夜だった気がするから、うん、食べてお昼どうしてもなんかこの新メニュー食べたいとかなった時にお昼に食べることはあっても、夜食べることってなかなかないから、うん、食べたことない、まだ。でもなんか新しいチョコパイ、三角チョコパイ出るよね、なんかなんかでインスタかなんかで流れてきた気がする。まだ食べてないです今季。三角チョコパイ、黒食べたい、黒いやつ、普通の。アップルパイ美味しいよね、一時期ハマってた、何年か前。うん、ちょいちょい買ってたけどさ、一気にバッてくるさ、ブーム、自分の中のって一気に去っていくからさ。そう、
ょっちゅう食べてたけど、気づいたら食べなくなってたかな。うん、お腹鳴りそう。消化しております。ケンタッキーのスイートポテトバー美味しかったって。食べそびれた。もうないのかしら。ベーコンポテトパイ推し、めっちゃ好きだった気がする。アップルパイをバニラシェイクにつけるの美味しいんだってって。 TikTok で見た気がする、そういうやつ。別のメニューだったかもしれないけど、何かを、シェイクじゃなかったかな、ツイストかなんかにぶっ刺して食べてた。美味しそうって思いながら見て終わった。三角マロンパイ復活してほしいって。栗はね、ご飯系の方が好きなんですよね、スイーツより。っていう謎のこだわりじゃないけど、好みの問題ですねこれは。さつまいもはスイーツの方が好きだけど、あの栗は栗ご飯とかの方が好き。今日なんかいつもと雰囲気違う気がする。そうかな、髪の毛がぺったんこだからかな。あの帽子かぶってメイクとかは目の下のラメが変わったぐらい。でもちょっとなんか無意識に今左向いてるから、画面見るとね、画面見ようとすると左向いちゃうから、左右目しか分からんけど買いました。昨日か、うん、まあ、芋は別にご飯でも全然いいけど、どっちか選べだったら芋はスイーツ、栗ご飯。眉毛効果で、眉毛産毛引っこ抜いただけで形は変わってないです。だから、まあ、透け具合は違うけど、その前髪がぺたんこなせいでいつもより透けてるかもしれん。眉毛の形自体は残念ながら変わっとりません。本当にもう眉毛の周りの産毛をペッて、 iPad のフィルム変えたからかなって。なんとずっと穴は開いております。カメラの穴は開いております。今日でもなんか純粋に顔がむくんでる。多分今日右側をこう下にして寝てたせいか、朝起きても右側の方がこう分かる、こう水分量、こっちの顔右半分の水分量がすごくて、めちゃめちゃわ右めっちゃむくんでると思って、でまあマッサージもめんどくさくてちょっとサボった。毎日お水は飲めてるって。飲めてる、3リットルとかは飲んでないけど、うん、もう今飲んでないからさ、その配信中にめっちゃ喉乾く。ここら辺がむくんどる。この一番笑った時にさ、一番こう圧迫するところ、この涙袋の下らへん、こうなる。うん、今諦めも肝心ということで、お休みだし。化粧水は届いたのって、まだです。明日届きます確か。
なんか大きいサイズ買った、普通サイズを使ってたんですけど結局良くていっぱい使いたいので倍のサイズ買った。 250ml じゃなくて 500ml だったかな。前回2ヶ月前、1ヶ月半前ぐらいに使い始めて好きで 500ml でした。を買いました。そうそうそう、ちょ顔テカテカだな。なんかなくなったら買えばいいやと思ってたんですけど、あのネットで買った方が安くて、でさ、なんかなくなるかもって買ったらね、やっぱ届くまでに時間かかるんです、ネットだから。だから今回みたいになんかギリギリ間に合わないなってなったりするから、もう大きいの買っとこうと思って、とりあえずで、まあ3分の1ぐらいになったら次のを買おうかなって決めてます。いつもね後悔するの、そのあと1週間ぐらいでなくなりそうみたいな時にさ、買い足してさ、なんか2日足りんかったとかあるある。だから定期便とかじゃないんですよね。そう、買ってるところはね、安く買ってるところ、でもなんか化粧水って気づいたら残りちょっと、なんでなんだろうあれって、毎回気にして使ってないのかな、あとどんぐらいって。韓国の化粧水買ってるから届くの2週間とかかかるから、常にストックないと不安って。そうなのよ、おみつは9点で買ってるから毎回、その絶対何日で届くっていうのないから。そう、日本に来たら早いけど、日本に来るまでに時間かかったら意外と時間かかるみたいな。そう、なんでちゃんと常にアンテナ張っておかないとそういう系は。でもだってね、日本で買ったらね、韓国行って買ったことはないんですけど、行ったことないので、250ml 使ってたって言ったじゃないですか。でね、ネットで買ったらね、まあ2000円いかないくらい、2000円いかないくらいで買えるんですけど、日本で買ったら3000円するロフトとかで買ったら3000円ぐらいして、私倍の値段のやつ買ったって言ったじゃないですか。 500ml 3000円しないんですよ、買ったら、優先で買ったら。そう、大して変わんなかったらいいやみたいな、今使う方を優先するってなるけど、そう、その化粧水とかになると毎日使うものだし、出したらね朝晩使ったりもするから、倍の量、これ倍の量より高いんだこれって考えたら買えなくて、おとなしく待ちました。今回はそう、輸入的な感じでかかってるのかな、お金が、わかんないけど。でも韓国コスメとか流行ってるじゃないですか、ずっと、もう何年も。でも本当にそういうのばっかり、だからそういうもんだって感じ。なんだろう、倍近くしても値段が、公式ネットショップで買うより、そのお店、バラエティショップみたいなとこで買った方が
まあ、1.5 倍はして当たり前みたいな感じ。まあメイク道具買う人しか分かんないと思うんですけど。そう、別に箱が潰れてたりしても関係ないもんね。そうなのよ、中身が無事なら何だっていい。その箱込みでそういうものとかだったら困るけど、うん、あ、メール来たって、うん、なんでやっと届くって感じです。化粧水すぐなくなっちゃう。化粧水でパックとかしたりしたらもうすぐ、なんかちょいちょい違うの使ったりしたらさ、お肌びっくりしちゃうし、お芋ちゃんみたいにすぐ顔に出ちゃう人は、うん、できればもう安定したやつがいい。デパートの高級ブランドで定価で買うのにも憧れるでしょう。うん、でもね、意外といい、めっちゃいいブランドとかの方がいろいろ成分が入りすぎて、いい成分が入りすぎて逆になんかこう負担になったりする人も いるんですよ。もうそのタイプなの、めちゃくちゃ。だからまあ使ってみたいなとは思うけど、その代償が大きすぎて、そう、代償が大きすぎてなかなかね勇気は出ませんね。うん、だからそのネットで買うのも割とシンプルな、なんだろう、成分のやつを買います。何でもかんでも入ってないやつ。そう、多分基礎がこうもうしっかりしてて基本的に荒れないですみたいな人はこうゼロをさプラスにしていくのはいいけどさ、マイナスをさゼロに戻す分のこれって結構大変だから、そう、これ強い人は全然どんどんプラスしてっても別にいいと思うけど、そのプラスの分がマイナスからゼロにするときに負担になったりする。これ本当に人によります。ファンデーションとかは別にいいけど、一番最初のお風呂上がりの乾燥しやすいとき、乾燥してる状態で一番最初に入ってくる化粧水は大事だなと思ってる、私は。うん、です。でもファンデーションもなんかいろいろさ季節によって買いすぎてさ、結局なんか自分何がいいのかわからん。そう、今はディオールのやつ使ってますね、ファンデーションは。うん、でもそのお薬塗ってて特に乾燥してるなって時は別の保湿強めのやつ使うし、夏は同じディオールだけどもうちょっとなんだろう、マットより、冬に使うとちょっと乾燥しちゃうなみたいな感じのやつ使ったりする。あと夏の方が日焼けするからちょっと色が濃かったりもする。でも毎年同じじゃないからちゃんと毎年、まあ、期限もあるし毎年一応色は合わせるけど、それによってはショック受けたり受けなかったり、あ、焼けたわってなったりならなかったり。今年はなんか特に焼けてなくて、変えてないけど色なんか焼けるほど外に出てないっていう。マスクもしてたし、まあ、日焼け止めも塗ってたけどマスクもしてたし、首が一番焼ける。
顔はさ、なんか美容液とか塗ってたりすると美白美容液みたいな、なんか白さ保ってちゃうけど、首にまで塗ってなくて、毎年あーやっちゃったなってなる。すごい一気にだるまが飛んできた。やば、もう40何分じゃん。今日はめちゃめちゃ雑談でいこうと思って、特に話すこともない、特に話すこともないって言い方もあれなんですけど、まあ、おいもちゃん個人ではね、今日は普通にメイクしたのでゆったり配信しようかなと思って始めました。せっかくだと思って、うん、あ、そう、11時受付始まったんですよね、さっき見た、始まる前に。完売も消えてなくてよかったです。ちゃんとみんなが手続きをしてくれたんだということで、発売日お届けは11時12時、今回ので最終受付らしいです。まあ、今はその紙のチケットが届くわけじゃないと思うので、写メ会もそうなのかな。当日さ、携帯でこうしてああしてみたいなタイプだったと思うので、あとオンラインだし、なんで当日に届いてなくても参加はできるんですけど、当日欲しいなって方は。今回と次だから、明日明後日まででラストです。でもさ、12月1日でしょ発売、もう1ヶ月切ってるから、収録曲とか前回入ってない曲とかもやっぱあるじゃないですか。まあ、何って言われたらちょっとパッと出てこないんですけど、収録曲とか、あとジャケット、着ごとのジャケットもまだ出てないし、もう自撮りが溜まってるから出したいのよ早く。だし、あとなんだろうな、まあそんな感じか。だから早く出てほしいなと思います。楽しみで、まあ 10周年もあるし、マネージャーさんが必死に必死に考えているところだと思います。セットリスト大変だよね、絶対セットリ考えるのって。うん、しかもさ、今回さ、その今までのやつみたいな感じでさ、テーマがあるようでないじゃないですか。なんかさ、今までのだったらまあそのなんか80年代とかだったら80年代でなんか好きにできるし、なんか別にそういうわけじゃなくて、普通にこう他のグループの曲使ったりとかもこう好きにできるけど、今回やっぱ今までのだから、しかもその去年一昨年で劇場公演シングル曲みたいなのをやってるからこそ、やっぱ難しいと思うのよ。めちゃくちゃだからこそどうなるか楽しみですね。圧をかけないように楽しみにしています。圧が届かないように、どんなのになるんだろうって、うん、めっちゃ難しそうだなって、その出た時に一番に思ったおもちゃんはどんな感じでやるんだろうなって。衣装とかもさ、どんな感じで、今までがさ全部着てたじゃないですか、ちゃんとその時の衣装を。だからそれのさ、着替えの順番とかで、どのメンバーがどの曲歌うかとか、メンバーの入れ替わりとか、意外となんかセトリって単純には決まんないんだろうなと思う。うん、この曲がいいからこの曲でしたらさ、そのできるだけさ
シングル曲だったらやっぱオリジナルメンバーがさそのポジション入れたいと思うし、で考えたら前後の曲なんか一人ぐらいだったら一曲着替えがいてもいいけど、半分一曲着替えとかだったら次は衣装さんでもうなんでこんな瀬戸人にしたんだってなっちゃうからそうできるだけこう何曲開けた方がいいとか、しかもさその前回のシングル曲をねフルでバーってやった時も早替えがめっちゃ大変だったんですよやっぱり、うん、だから早替えがあって当たり前にはなるけど、まあできるだけね負担がかかりすぎないようにとか、あともう楽屋の衣装の量が半端じゃない、もうキュッてなってるみんなのがみんなの衣装がもうキュッてなって、そうそう早替えの人はここでこうやってとか、とやっぱ密になりすぎないようにとかもやっぱ配慮したりして、いろんな部屋使って楽屋とか大変だ。MC で時間稼ぐメンバーも大変だよねって、もうじゃあ一回 MC 着替えがあったんですけど、その MC やってる間に着替えてその MC 前後の曲両方出るみたいな時があって、でも本当にそれって意外とあの裏で着替える方は MC は人が喋ってるからまだなんかこう頼りになるというか、逆にその一曲着替えこの曲の間に着替えなきゃいけないの方がもう決まってるから、その長さが絶対にもう何分何十秒何十何秒までもうきっちり決まってるから、そっちの方がめっちゃ焦る、早替えする側としてはあれと一緒、鉄なのさチョコ MC 終わった後のあのイノセンスの2番から出てこなきゃいけない時の着替えとかはもう決まってるから、その時に出なきゃいけないっていうのが、うん、だから結構曲一曲着替えの方が大変かな。まあこの間のはフルだったからねまだちょっと余裕があったけど、全然コンサートとかだったらあるあるだと思う、ワンハーフで着替えるとか、うん、チョコ MC 万華鏡 MC 後の方が焦る、まあ、普段そのよくやるってことに関してはもうこうちょっと気持ちの余裕が出ちゃうけど、初めてじゃないからね、けどやっぱりそういう時に限ってさ余裕ぶっこいた時に限ってなんか衣装ここ取れてたとかあるからちゃんと急いでる。マンゴーから鉄の着替えとかは一瞬だからすごいなと思う、まあ、全部着てるからね中に、あれは脱ぐだけなので全然余裕あります、全然お水飲んでる一回一回水挟んで息整えて出てる、まあ、人によると思うけど私はもうめっちゃ汗かいてるからその時点で飲まなきゃカラッカラになっちゃうから、脱ぐだけなら楽ちんなんですけど、そのチョコとかになるとチョコのやつ脱いでもう一回着なきゃいけないから中のシャツから、うん、でもまだイノセンスの衣装は自分で着られるからいいんですけど、あの制服の目のダウトの衣装は後ろで後ろをこう衣装さんにチャック上げてもらったりしなきゃいけないから結構なんか大変、タイミングとか、とりあえず先にしてもらわなきゃいけないのだけ身につけて、あと自分でできるやつをしてる間に衣装さんが後ろを上げてくれるって感じかないつも。だから最初に自分ができる例えばスカートとかさなんか腕につけるやつとかそれ最初にしちゃうと衣装さんがちょうど私のところに来られる時に衣装さんがしなきゃいけない部分のところを待ってる状態にしとかないと結構迷惑になっちゃうからそうしてます、そうするように指導されます最初に時に
こう衣装さんにしてもらわなきゃいけないところをやってねって。だからそうなってます、自然と。ちょっとみんな先にやってもらうっていう。あと鉄菜とかだったら大好きとかはもうみんなチャック後ろだから、一個一個衣装さんがすると大変だからみんなで協力し合って下ろすとか。あともう鉄菜の衣装はちっちゃいからロープの友情とかさ、着ることはできても脱げないやつとか多いんですよ。こう肩幅とかさも違うから全然、小中学生の衣装と自分の今のさ肩幅とか全然違うから、一応こうこうすることはできてもこう脱げないから、なんかそれ引っ張ってもらうたりとか、汗かいてるとね余計さこう脱げなかったりするから。しかもそのロープと火曜水曜の後ってアンコールだから急がなきゃいけないしで自分で脱げないっていう自覚がある人は引っかかってね、で人は下ろしてくださいって言いながら楽屋に入ってく、うん、でいつもはちゃんと脱げるけど、たまにその汗で引っかかって脱げない時とかはもう衣装さんもすごいから一瞬でこう脱がしてくれる、後ろパッて。そう、うん、そう。でも結構なんか楽しい、それ込みで公演がバタバタしちゃうけど、うん、そう、汗が結構的ですね。サイズ的には別にいいんですけど、出てるしね、着て出てるから全然いいんですけど、汗はさ予測不可能だからさ、その日どうとか。そうだから結構日によって変わる。あとロープの衣装はね、ロープがここについてるんですけど、たまにこことここでくっついてるのよ、ロープが。この落ちたりしないように。でロープの本数決まってるのに、たまに1本だけこっち来ちゃってて、でロープのってこう上下つながってるから1回脱がなきゃそこ戻せないんですよ。それでバタバタしたりする時もある。なんか分かってるけど、そうなるから気をつけなきゃいけないって。でもやっぱ急いでるからさ、そうだからたまにやっちゃったり、まあ、基本的にちゃんと直して出るんですけど、もう袖で気づいたりもするから、その時は私はちゃんと着てますみたいな顔して出るそう、踊る時に特に支障はないので、そう、まあ、気づかれたらあなんかちょっと本数間違えてるなってなったりするけど、特にそのなんか腕上がんないとかはならないので、なかったことにして。ロープは忘れたことないって。忘れたことない。なんか最近はここ最近その最後の方でそう中止じゃない、なんだろう、できなくなっちゃったじゃないですか、一回事務公演。そうなる直前まではもうあの舞台のスタッフさんがそのメンバーのロープを持っていくメンバーの決まってるんですよ、そのどこのポジションの人が最初にロープ持っていくとか、あのマイク基地に全部マイクの上に置いてくださってた。そう、うん、忘れないように。あとこう手渡しも大変だしね。なんかたまにさポジション変わったりすると分かんなくなっちゃって、あのロープ一本余ってるけど誰のみたいな感じになっちゃったりしてたのよ。そうだから結構大変。おいもちゃんはいつも最初に持っていくポジションです。
あとイントロの最後の最後にひょいって出てくるところ